香港作戦は太平洋戦争で日本軍が実施した南方作戦内の作戦の一つ。陸海軍中央協定で定められた作戦名称は C 作戦。陸海軍中央協定では香港に対する作戦目的は敵を撃破して香港を攻略するにありと定めている。1939年2月に日本が海南島を攻略したため香港は 完全に孤立し、各種の防衛処置が急速に強行した。1940年6月のフランス脱落後、イギリス本国は日本がシナと香港から衛生力の駆逐を狙っていると判断したが、ドイツの攻勢に手いっぱいで、香港にさらなる強力な措置は取り得なかった。1941年9月25日、大本営はシナ派遣軍に対し、 大使作戦中、港作戦、発起に伴い不作戦を提示するとともに、香港作戦、在市的政権益及び、疎開の処理などのほか、南方作戦のために抽出、転用される兵団などの差し出し、満州などから、市内方面選挙地域を通過南進する諸部隊、特に航空部隊に対する支援などに関して、指示をした。これに対し、市内派遣軍は10月22日に、 作戦計画案を策定し、25日に大本営に提出した。10月29日、台米英乱戦争帝国陸軍作戦計画は、参謀総長の決裁を受け完成し、11月3日、上層、4日、軍事参議院参議会、5日、午前会議、5日、午後、参謀総長は、台米英乱戦争に伴う帝国陸軍作戦計画と、 作戦準備に関し上層し、最下を仰いだ。6日、南方軍と共に、品派県軍総司令官に対し、香港攻略準備に関する対名を発した。ありがとうございます。